アロハ、おはようございます。今日はですね、ご飯はまだ全然用意してなくて、それよりも前にやりたいことがありまして、実はね、日本から小包が送られてきました。お見せします。じゃん、郵便局と書いてある。日本からなんですね。ゆうすけさんです。ゆうすけさん、僕の YouTube の動画の視聴者さんですね。普通視聴者さんに物を送るのが普通なんだけど、逆ですね。送られてきたんです。これが送られてきたんです。で、中身、まあ、ちょろっと今見たんだけど、すごいものが入ってます。すごいもの。まずですね、物は後にして、こんなエンブローブ、封筒がありましたので、お年玉かな。洒落てるね、こういうのちゃんとあるんだね。はい、手紙が入ってます。これ読んでいいのかな、見せてもいいかな。これ几帳面な字書いてる、几帳面な字。はい、このゆうすけさんっていうのは、僕のこと師匠って呼んでる人なんですね。僕よりも全然若い、僕の子供と同じぐらいの歳かな。でも僕の動画を気に入ってくれて、これ読んでいいものかどうか、ちょっと今見てますからね。メープルちゃんも書いてくれてます。めっちゃ嬉しい。これ、サプライズだね、本当に。僕はあんまりサプライズのプレゼントっていただいたことないので、めっちゃ嬉しいです。これ若い時バレンタインデーにチョコあんまりもらえなかった人だから、ほとんどもらえなかった人だからね、関係ねえか。いつも楽しませてもらってますと書いてくれてます。めっちゃ嬉しい。先に物を見せた方がいいかもしれないです。早速お見せします。何もらったんでしょうか。じゃん。T シャツです。T シャツ。そしてちょっと見えるこれ。僕の顔が写ってます。早速開けよう。じゃーん、めっちゃ面白い。変態 T シャツです。変態 T シャツ、やば。めっちゃ嬉しい。いやー、涙が出るぐらい嬉しいよこれ。そしてサイズも僕のサイズ XL、 よくわかったね。早速着てみようかな。変態。じゃじゃじゃーん、見て、変態 USJ 劇場、USJ 劇場 YouTube チャンネル、
すんげえ。着させてもらうよ。ゆうすけくん、かえでちゃん、本当にありがとうございます。ガンガン着ます。もう YouTube の動画内でも着ると思うし、プライベートでも着させてもらいます。本当にありがとう。いや、なんか悪いぐらいすげえお金かかったと思う。これ、このボックスを送るだけでもすごいお金かかるのに、これ T シャツでしょう。大事にします。いやー嬉しいな。こんな嬉しいことあるんだね。生きてるとね。幸せ幸せ。はい。あ、で、そしてね、手紙にね、まあ、はしょって読みますけどね、この際オリジナルの変態 T シャツを作っちゃえと思い、勝手に USJ 劇場オリジナル変態 T シャツを作り送らせてもらいました。よかったら動画内で着てくださいと書いてあります。いやー申し訳ないね。これ嬉しいけど、申し訳ないけど嬉しいですよ。いつも楽しませてもらってますとも書いてある。プレゼントしたいからするだけのことなので、純粋に気持ちを受け取ってもらえればそれだけで喜びます。めっちゃ若いのに できた人だな。買い出しに行くときやラーメン食べに行くときにもぜひ変態 T シャツを着てくださいね。でもラーメン食べるときに汁を飛ばして汚さないように気をつけてくださいよ。本当だね。朝のご飯食べるときでもコーヒーこぼしたら、僕ここにもコーヒーあるんだけど、こういう感じで飲みます。こういう感じで、秘密基地以外で来た時を動画にすると見る側も面白いと思います。それ、まあ面白いかもしれないな。これからもお互い気楽に楽しく頑張りましょう。それでは元気で、ゆうすけ。ありがとうございます。ゆうすけくん。ゆうすけって僕 UJ だからね。ゆうちゃんつながりなんですね。チームゆうちゃんです。かえでちゃん、 UJ さん、アロハ。いつも楽しい動画をありがとうございます。そして USJ 劇場の2万円させてくださりありがとうございます。ずっと応援してます。ありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしていますということですね。かえでちゃん、どうもありがとう。ただ2万円とか言ってもね、この2人はね、2人だけのオリジナリティがあるので、そして面白い。どんどん視聴、みんなの心を掴んでいくような二人なので、これからどんどん伸びていくと思います。僕はそう思ってる。いろいろ YouTube 見てるけど、二人の動画すごい楽しいので、気長にやってったら伸びるんじゃないかな。二人ね、どんどん頑張っていってください。そして二人ともね、ハワイ好きなので、早くハワイ来れるといいね。まあ、これのお返しはいらないですって書いてあるんだけど、佐野屋のラーメンぐらいだったらおごりますよ、僕。ほんと。はい。でね、実は、もう一枚 T シャツ入ってるんですね。違う柄でした。そしてゆうちゃんが言うには、一度の動画内で2枚のシャツを紹介するより1回の動画で1枚を紹介する方が視聴者も2度びっ
くりで楽しめると思います。笑い。その通りにやらさせていただきますね。もう一個あるけど今日は見せません。まだ僕も広げてないですからね。クリームチーズトーストのあたりとか、まあいつかわからないけど、近い将来に広げたいと思います。この動画はこれ1枚にします。変態、変態。よし、誰がいた。 OK、 ないよ。来い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 。今ね、なんか他の犬がいます。姫ちゃんじゃないです。ということで、この動画はね、この開封動画、この T シャツを見せびらかすという、それだけの動画なんですけど、ありがとう、本当にありがとう。そしてこの動画はね、皆さんにプレゼントを要求しているわけでも何でもないですからね。そういうのはもう本当にいらないですからね。まあ送る気もないかもしれないですけど、まあ、もう本当にね、もう気持ちだけでね、みんな応援してくださってますので、もうその気持ちだけで僕はね、十分です。ありがたいです。もうありがとうございます。もう全てが感謝ですね。はい、着させていただきます。みんなの反応どうな感じか、まあ、まずね、今奥さん、に見せてみようかな。じゃあまたね、みんな、アウィホー。